検事のフロッピーのデータの改ざん問題についてお話しましたけども、まあ、ある程度その時点から予想はされたことではあったんですが、昨日の夜、もう名前が表に出るようになりましたけども、前田検事が証拠隠滅の罪で、逮捕された。その件について、この逮捕を受けて、今日もちょっと続けて、緊急でいくという形でお話をしたいと思います。まず現職検事が、証拠隠滅した罪で逮捕されたという事態、これはもう本来、絶対あってはならない、検察官として、許しがたい行為だと思います。その故意にやったのかどうかということについて、本人が、まだ弁解をしているというふうな話もありますけども、これはちょっとその意図的にやったものとしか、考えられないというのが常識的な見方だと思いますし、いずれにしても、この行為、客観的な証拠を、改ざんする、検察官の立証に有利な方向に改ざんするという行為は、絶対に、許し難いものだと思います。ただ、これは私がかねてから、言っていることですが、この問題を単なるその前田検事個人だけの問題と見ることは決して適切ではないと思います。私も昨年の今頃出した検察の正義という本、今年の4月に出した検察が危ないという本、それから6月には特捜神話の終焉という本、この1年間に立て付けに3冊の本を出してずっと訴え続けてきた、特捜検察の危なさ、特捜検察が今社会にとって非常に危ない存在になっているという、そういう問題が、今回の事件で顕在化したと見るべきだと思います。ですから個人として、前田検事を、検察官にアルバイト時期行為をしたことについて、厳正に処罰するのはこれは当然のことですが、決してそれだけで終わらせてはならない。この機会にそういう特捜検察をめぐる問題を、しっかりその事実関係を調査して、組織全体にどういう問題があるのかを明らかにして、今後検察独自捜査のあり方、特捜検察のあり方を全面的に見直すことにつなげていかないといけないと思います。